はいどうも、オックポンでございます。あの、つ貨かね、相変わらず良くない。で、良くない中で、エイダの良い,いニュースが飛び込んできました。うん評価がね、A プラスというところで、各20、いくつかな、の通貨の中でトップなんですよね。えー、っと、何個かな。 ああ、これね。何個だろう。これ、どっから引っ張ったのかな。まあまあ、あの、そういったニュースですね。エイダがトップだっていうのが出てたので、そこの情報共有ですね。でございます。で、ノアの方が2675と、非常に低水準でね、そのまま横横で、 動いてます。エイダも同じく低水準で2140あたりで今推移してるんですけども、これ、まあまあ、まだあ寝とくような時期なんですかね。動かずね、ダイダロスに入れて、で、ダイダロスが31だったかな、31、今月の31か4月になってからだと思うんですけども、こちらまだやられてない方は、早くダウンロードして、インストールして、 放り込んで上げておいいくださいステーキング分ね9%が年利で乗っかってくるので、まあ、このまま放置っていう形でねで資金が抜けにくくなるので今度はあそのまま上がってくるんじゃないかなと思いますで上がってくる理由としてはホールドをしてるっていうのは上がる理屈を頭の中で描いててホールドをするんだけどもお今度使われるっていうニュースがどん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 出てきたりとか うんエイダに関していいニュースがどん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 今から出てきますんで,でそのニュースが出てくるとおその都度ねホ,ールホルダーたちでない方がの買いっていうのが集まってきてそれが強いては価格の上昇っていうところに手伝って動いていくんじゃないかなと、まあ、現在7位なんですけどエイダねまあこれはあいずれね、えー、動いていくでしょう上の方にね あとね、ノアの順位もね、一応、お喋っておきましょう。ノアはね、下がっちゃってるんですよね。今、現在25位。24位から25位になって下がってますね。ナノコインっていうのに抜かれてます。はい。ちゅうとこですかね。まあ、いいニュースですよね。これね、評価が A だ、A プラっていうのは非常にいいニュース。 なので、ここの情報共有と。あと、私が動いた結果として、YouTube に過去にね、あげた動画を、非公開のものを公開にすると、公開の状態なので、新規で上げたものとして認識をされて、えー、Twitter の方にも乗っかりますっていうところですね。で、これですね。あとは、そのあげた 動画の動画ってスロットの動画だったんですけども、そのずスロットとん投資の何て言うのかな話っていうのは、要するにギャンブルとギャンブルではないっては言われてるんだけども、それに似たようなものを投稿するのと、ん投稿すると、私が今教えるのは投資なんでね、投資。とにかくやっぱり投資で勝手に得とかね、い、え、だ、ー、がいいと。で、ノアのこういうのがあると。で、ステーキングだと。 でまあ、資金があ100ある資金の中のスーパーが逃げてるんだからあその資金っていうものを一回クラウド上に、ね、出,た出たものでこんな楽なものがないって知れ渡ってくるとどん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 そこに資金が流れてくよってそれに対して投資をしてくるんだよって。 で時間は時間軸としてはかかるかもしれないんだけどもおインフラとなって、えー、世の中に広まってくればあいずれ資金,は上がって資金が入るから上がってきますよとだから暗号通貨入れましょうっていう話を入れてそういう話をしますよねでその話とはもう全く逆なわけですよおギャンブルみたいなものの投稿をするとチャンネル登録者数も減りました あっていうところのやっぱり反応がね早いですよね、うん、投資家のっていうね、えー、方々投資家のを作ろうとしてる方々あるいは投資家のの方々の反応は非常に早いっていうことを今回のね、えー、この行動で分かりましたねえー、わ本当にやってみないと分かんないですから全てのことはね、うん、それは毎日毎日言ってると思うんですけども本当にそういうことですね でまあ、これはまたら投資系ではないんですけども,もう投資の話にもなるのかな、まあ、強いては投資の話になるのかもわかんないですけど働かない働きありが組織に必要な深いわけっていうのがあるんですよね。自然科学に学にぶマネジメントの断りっていうのが出ててこれは本当に面白いなと思うのは一生涯働かないありっていうのがいるらしいんですよ。 うん、で通常であれば働きありだからありとキリギリスみたいなね話がまず出てきますよね。でまありさんよと。なんでこんなに暖かいのにこんな気持ちいいのに働くのって。でキリギリスはその時に働かないでね、えー、順風満帆であるかのようにその春と夏っていう部分を過ごしてました。で 秋も深まり、冬に差し掛かるときに、キリギリスはね、えー、あれですよ、アリさんと餌がないと。アリさん働いてたから餌貯めてたでしょ。ちょっと分けてよと。起きたところ、アリさんはなんだよと。私たちは、ちゃんと、あのー、キリギリスさんが遊んでる間、働いて食べ物を蓄えてきたんだよと。 そういうことを言って追い返しましたっていうね有名な動画がありますけどあのその働きアリのはずの働きアリさんアリさんなんですけども働かないっちゅうこれは面白いとでアリの有名な話は自分の体のね2倍をもあるものも運んで運ぶっていうねその力持ちっていうねそれも有名な話なんですけども その働くアリと働かないアリの違いっていうのは腰の重さにあるっていうねこれ非常に面白い7割ですよこれね働かないアリってどのぐらいいるのかっていうとアリの7割コロニーを観察してみると7割の働きアリは目的もなくフラフラしている日本人,人間じゃね自分の体を舐めて働かないなどは働きませんと 1>, 1時間継続的に観察していてもほとんど何もしないアリがはた何もしない働きアリが2割もいますと極めつけは生まれてから死ぬまでほとんど働かない働きアリもいるそうですもはやサボりアリですねとただね一方でね9割の時間を働いてる働きアリもいるっていうんですよ でまあ違い見てみたらあこのね、うん、観察をしてた人の見て何が違うのっていうところで見たら腰の重さだと。うん。だからアリのこれアリのねアリは思考能力を持たないだから遺伝子レベルで DNA で動いてるから人間のようにバレなさそうだから手を抜いておこうっていう考える。 でうん、針が働かないっていうのは非常に考えにくいわけでもなさそう、うん。で、腰の重さが違うよっていうところで見て、えー、で、うーんと、この腰の重さで動かないことに対して、反応チキ1と呼んでる。よくわかんないですよね、これ。まあ、なんかあ、そういうのがあるんでしょう。 で、アリの前で何,何らかの仕事が現れたとき、まず何も、最も反応、四季、四地っていうのかな、四季地、四季地が低い、腰が軽い、アリが動き、腰が軽い方が働くらしいですよ。ね 次の仕事が現れた時次に「地キーチ」が低いアリがあ動くという形で仕事あ同じものを読みましたね、えー、分担されていますとそのため一定量以上の仕事が増えない限り「地キーが高い腰が重いアリはいつまでたってもフラフラしたり自分の体を舐めたりしているということが起きている。 非常に興味深くないですかこれ。うん,うんだからまあこれでねこの研究結果で見,見えたことっていうのは全員が働きすぎの働きありだと種が存続していく上では不合うん不,不都合か不都合なことであるっていう研究結果が出たってことなんですよ。 だから日本人にね、あのー、自殺が多いっていうのは、もしかしたらこういうことなんじゃないかなと、原理原則で言えば、働かないでふらふら、まあしてる方もいらっしゃいますけどね。えー、働かないで、まあ、ニートだとかあ、パラサイトとかね、そういう方もいますけど、あれはもしかしたら普通なのかもしれないですよね。 あのー、私たちが生命体として生まれて、えー、いるわけで,でその働かないで、えー、ううんいるっていうのもまあ普通なんじゃないかなっていうのを覚えてきてだか,らやっぱだから自殺しちゃうんじゃないかなっていうふうに考えだから周り働け,働け働けって言うじゃないですか。で世間でもやっぱり働いた成果が。 あまあお金だったりとか地位だったりとかしてでそれで権威を持つとこういうところじゃないですかねでそれで認められてるっていうところなんだけどもうーんでもまあね、うん、考え方としてはあ釣りバカ西の浜ちゃんだとか両津勘吉だとかね、えー、こっち。 の両、ね、さんだとかああいう媒体っていうかああいうあれもありますよね。両さんの場合は完全に多動力だけどホリエモン的だけど,だけどね。うん、で釣りバカニッシーの場合だと、まあ、仕事っていうのはまあほどほどだと。ほどほどだ,だ,だ、うん、っていう感じではなくてもうコミュニケーションを誰よりも愛してると。そういう感じですよね。 まるまるいや今日は天気いいねみたいなねそういうノリっすよねだからあれはまさにそうなんじゃないかなと思うんですよね組織に属しててうん何もそのおまあ映画の中ではですよ西田敏幸さんの演じる浜ちゃんはね本当に働かないというところを見せてるんですけどもただ種の保存的には確かにまあああいう寛容な方がいないと。 お人間がこうギツギツしてたんであればあ成り立たなそうですよねだから遊び人みたいなのもいないとおやっぱそれを許容してくっていうところが時代っていうか社会だとするとあんまりギツギツしててもおそれはストレスによって病気にもなるし早死にしちゃうしくかないかもわかんないですよね。うーん だこれ非常にねの、これ見てみてください、これね、えっとね、新働き方総合研究所っていうところが、あ今日ですね、発表したあニュースなんですよ。いや、これは非常に感慨深いというか、あこれ見といてで、世の中を見るのに、ああ、ああっていう感じで納得しながらね、えー、だから見ててもいいんじゃないかなって。 うん思いますよだあのねう私はあのギャンブルっていうのは基本的にいい否定派は否定派なんですよ否定派なんだけどもギャンブルのギャンブルってどっちかっていうと逆側に見られますよね遊び人がこうやるもんだよっていう感じのを見られますけどあれは私はね私の見方ですよあれねギャンブルって えー、あれをやらないとおそらく、あれをやる方ってクソ真面目な方が多いんですよ。非常に真面目な方。で、あれをやらないとおそらくう死んじゃうんじゃないかなと思いますよ。うん。あそれは、私はギャンブラー否定ですよ。ギャンブラー否定的にはあ客観視しては見てるんだけども、おあれがあるから日本人まだね、 えー、生きててるるんんじゃなないいかなっていうところもああですよ、まああの依存症だとかなんとかって言われるからあんまりいい印象いいイメージはないんだけどもお私もいいイメージないし世間的にもいいイメージがないと思うのよ。うんないんだけどもおでも、あのー、そういうのがあるからまだ生きてられると。で空っぽに財布全部はたいてなくなっちゃうから。 ああまだね、また働こうって言って、活力にも逆になっちゃうのかなっていうところもあるので、まあ難しいんですよ。一概に、あれがダメだから、だから、あれがダメだからって、働かないことがダメなのかって言ったら、なかなかそうも取りえないんじゃないかなっていう,うところはありますよね、これを見ちゃったらね。うん非常に難しいですよ。非常に難しいんだけど、考えちゃうと。 なんだけども寛容に見るっていうのもひょっとしたらね、えー、私もこれ不器用だからなかなかできない自分を寛容にいい捉えて何もしないでいるっていうのはなかなかやるようにはしてるんですよ。やるようには何もしないでボケットするような時間を取らなきゃいけないとか散歩する時間を取らなきゃいけないとかねそういう時間を取ろうっていうあれはあるんだけどもでも人間やっぱりそれだけでは詰まっちゃうし。 大変よね、えー。っていうのを、このアリさんのね、はーっとふーっていう感じになりましたよ、これあ。興味深いっていうのはね、一方で興味深いっていうのもありますけど、おまあ、働かないのもやっぱりね、えー、まあ、真面目すぎる人はあ、方はね、働かないっていう,う、その時間を取ってあげてもいいんじゃないかなと思いますよ。だ、大概の方はね、真面目すぎちゃうんで、あのー、そういう時間をね、しっかり取ってあげて、 で、やっぱ種の保存っていうゆとりあるね、えー、ところで、うん、やっていけばいいんじゃないかなと思います本当に。何が悪いっていう話ではないですから、うん、なかなか難しいですけど、うん、確かにこっち側に時間を振りすぎちゃうと、働かない方に時間を振りすぎちゃうと、自分の建設的な方に振らないで時間を過ぎちゃうと、やっぱ崩壊しちゃいますから、 あそこはやっぱり良くはないわけよ。良くはないわけなんだけども、いや、これ、興味深いな。もうこれ以上喋ゃんないですね。はい。それではね、えー、この辺で切りたいと思いますけど、えーまあ、興味深いね、ニュースでございました。はい。それではね、素敵なコインライフをお送りください。